キリト。あの戦いの直後からずっとあなたは心を失ったままなのに、おじさまの剣気から私を守ろうとしたの。あなたは私のことをどう思っているの。私は一体キリトのことをどう思っているんだろう。ジョーちゃん、今のが見えたかい？はい、一瞬でしたが、確かに剣撃の光が。うん、俺はその若者に向けて真意の立ちならぬ精進を放った。当たっていれば、頬の皮一枚くらいは切れていたはずだ。坊やが素顔な私に全く女らしさを感じなかったっていうのも。だから、私があれこれしてあげたら、坊やが目を覚まさないか試してみようと思って。お言葉はありがたいのですが。彼は今天幕で休んでおります。ファナティオ殿のお気持ちは私が後ほど伝えておきますゆえ。あら、坊やに会うのにあなたの許可が必要なの？さっきその坊やは自分ではなくお前さんを守ろうとしたんだよ、ジョーちゃん。だからいつか戻ってくる。俺はそう思う。多分ジョーちゃんが本当にそいつを必要とした、その時にな。そんなわけだからよ、エルドリエ。若者一人くらい面倒を見てやろうや。私には戦意以外の感情を持つなどという贅沢は許されていない。でも、もしかしたら私が自分の心を押さえつけているからあなたに声が届かないの。もし今ありったけの真意を放てば、あなたは答えてくれる。私がおじさまと会うのにファナティオ殿の許可は不要でしょう。大体男の騎士にコテンパンにしてほしかったのならば、おじさまに頼めばよかったではないですか。あら、閣下はいいのよ。世界最強の剣士なんだから、万人に手加減して当然だわ。へえ、そうですか。私との稽古ではおじさまはいつも汗まみれになるほど本気でしたけれど。カッカ、そもそも今のおじさまが当たっていれば、ということは。そうさ、受けたのだ。若者が己の真意でな。若者の心はここにはねえようだ。だが死んじゃいねえ。あなたがくれた天命を一滴残らず燃やし尽くしてみせる。だからもし私が倒れて最後の力であなたを呼んだら、きっと立ち上がってその剣を抜いてね。もう一度奇跡を起こしてみんなを守ってくれる。だってあなたは。だってあなたはあの最高司祭を倒した最強の剣士なんだから。世界は誰のものなのか、遥かな上空へと叫んだ。終わることが定めても、ただ意志を貫こう。絶望から這い上がれよ、希望に向けて。